ショパン国際ピアノコンクールのアジア大会で史上最年少の銀賞に輝いた津山市の中学生中島ゆりやさんが茨城知事に受賞を報告しました。岡山県庁を訪れたのは津山中学校3年の中島ゆりやさんです。今年1月ショパン国際ピアノコンクールアジア大会のプロフェッショナル部門で現役の音大生らも参加する中、史上最年少で銀賞を獲得しました。大会の課題曲はショパンのピアノ協奏曲。中島さんは小さい頃からショパンの曲を何度も演奏してきたといいます。心が落ち着くというか、自分の感情を最も乗せやすい作曲家だなとは感じています。世界共通語とも言われている音楽を様々な人に届けて癒しを与えていきたいなと思います。中島さんはこの夏スイスでのソロコンサートを予定しています。